日本エアシステムハーレクインエア株式会社ハーレクイニエアは過去に航空運送事業を行っていた日本の企業である。1997年1月20日、日本エアシステムの完全子会社として設立。本社は当初日本エアシステム本社内だったが、1998年6月25日に福岡県福岡市に移転した。 福岡空港を拠点空港とし、主に国際線チャーター便や国際線ウェット、リース便の運航、国内線ウェット、リース便の運航を行っていた。お年寄りやお子様連れのご家族の方々にも安心して、空の旅をお楽しみいただける、航空会社を目標とし、客室乗務員に看護師や、ほぼの経験者を積極的に受け入れた。ハールクイーンの名前の通りロゴマークは、 道化師をモチーフに、道化師が観客を楽しませるように旅を一層楽しいものとする思いを込めたものとしており、就航イベントなどではこのイメージに則っ,ったものが開かれた。美翼に描かれたハーレクイーンのシルエットは右手を耳に当てる姿とし、利用客の声を一生懸命聞く仕草を表した。また客室乗務員の制服もイメージカラーである深みのある赤。 ハーレクインレッドを用いたものであった。日本エアシステムの経営状況の悪化を受けて、2000年3月に DC、DC-10 から30を、ノースウエスト航空に売却し、国際線チャーター便から撤退。以後、MD-81 を用いた、国内線、国際線のウェット、リース便の運航を、日本エアシステム並びに経営統合後の、JAL ルグループ各社に対し行う。 フルカラー塗装された機体は、DC-10 が JA8550、MD-81 が JA8552、だった。DC-10 から30型 MD-81、型2005年4月30日、航空運送事業を終了、人材派遣事業に、業態変換上の目的変更は、同年6月30日。目的変更以前から、 人材派遣は目的にあった。同時にハーレキリンの客室乗務員は、航空業務終了後は、日本航空への派遣乗員となった。同年8月1日に、東京国際空港内に本社を移転した。2008年3月31日、派遣業からも撤退、解散。同年10月1日に生産欠量し消滅した。ハーレクインアの2レター航空会社コード。 JH は、フジドリームエアラインズが使用している。国際線で運行されていた DC、DC-10 から30型機では、独自のファーストクラス、プレミアムクラスを設置し、充実したエンターテインメントや、プレミアムエコノミークラスとともに、スリッパや歯ブラシなどのアメニティを提供するなどサービスを売りにしていた。また、オリジナルの機内紙であるザ、ザワールドが、 無料で乗客に配布されており、ハブ空港としている福岡をはじめとした国内外の情報を掲載していた。現在の全日本空輸が国内線で設置している同名の国内線上位、クラスシートとは別。ありがとうございます。